スカンゲン楽団は EU 加盟国の若手音楽家からなるユースオーケストラである。イギリスの欧州連合離脱に向けて2018年これまで本拠地としていたロンドンからイタリアのローマとフェラーラに移転すると発表した。1976年の設立当初は EC ユースカンゲン楽団という名称だった。1976年に 欧州議会と欧州委員会の協力のもとに設立された。団員は EU 加盟28カ国からオーディションで選ばれるが、英国からの演奏者については、欧州連合と英国政府の離脱交渉の結果をもって決断するとしている。年齢制限は14歳から24歳までで12ヶ月しか在籍できない。様々な指揮者、ソリストと、 コンサートやツアーを行っている。1976年から1994年の間は創立指揮者であるクラウディオ・アバドが音楽監督を務めた。1994年から2000年はベルナルト・ハイ・ティンク。2000年から2015年の間は1987年以降指揮者を務めるブラディ・ミル・アシュケナージが音楽監督を務めている。2015年からは バシリー・ペトレンコが主席指揮者を務めている。映像作品として、アシュケナージ式、五島流独奏で、ブラームスのバイオリン競争曲のライブ演奏がある。ありがとうございます。